はい、ゆうすけです。超久しぶりにハンターハンターのバトルオールスターズを開けましたね、昨日。去年の10月か11月ぐらいに、アップデートあったんですよね。バトルオールスターズ。で、それが終わってからもう全く入れなくなって、なんかアップデートして、タイトル画面が一瞬映ってもすぐ落ちるみたいな感じで、ずっと遊べなくて、で、定期的にね、ログインしようと思ったんですけど、年末とか、で、2016年になっても入ったりしてたんですけど、同じ感じで全然遊べなくて、で、6月に2周年っていうことでまたアップデートあって、なんかバグ修正って書いてあったんで、あのストアの方で、で、まあ一応やってみるかと思って落としてたんですけど、またね、インストールして始めたら入れましたね。いやー、よかった。はい。で、バトルオールスターズは、落としても、データ残るんで、はい。まあ、残ってたんですけど、まあ、ナルコレ、ナルトのゲームでは、好きなキャラしかね、僕、使ってなくて、限定キャラとか出ても全部売るっていうスタイルなんですけど、まあ、バトルオールスターズもね、そんな感じでいいんじゃないかなっていうことで、もう売っちゃいましたね。かなり。で、僕好きなのが、ノブが一番好きなんですよね。ハンターハンター。ノブ、メルエムが好きで、あとは、フェイタン、フィンクスが好きなんですよね。まあ、旅団みんな好きなんですけど、なんで旅団はみんな集めて、あとゼノとシルバーとイルミと、カルトもね、まあ、旅団ですけど、好きで、まあ、そんな感じでね、好きなキャラだけ、ちょっとね、熱心に育てようと思います。あとはカイトとかですかね。あとはそんなにめちゃめちゃ好きっていうキャラはいないっすね。はい。で、今回はね、久々にやるっていうことで、ガチャ引こうと思います。で、このピックアップガチャっていうのがね、来てるんですけど、これノブいるんですよね。一番好きなキャラなのにいない。で、ノブに、まあ、クロロとかシルバとか、ウボウギン、ボノレノフ、シズク、ノブナガ、ヒソカ、王も出るんですよね。なんで、ハンターハンターで好きなキャラ、1位、2位がいるんで、すし、まあ、ずっと引いてなかったんで、10回引こうと思います。開催期間2016年6月23日、16時から6月25日、14時59分。で、ピックアップガシャ、ファイターなんで、どうなんだろう。2日、3日でまた変わるのかな、タイプが。まあ、とりあえず、引こうと思います。なんか特典あったっけ？ないか。違うやつか。はい。じゃあ引きますね。はい。ありました。5回引くと、戦慄かナックルがプレゼント。まあ、いらないっすね。はい。で、ダブルキャラとか増えてたんですけど、コンビキャラかな。あれ、いいっすね。あれ、僕まだレベル低いんでコスト制限がちょっと厳しいんですけど、キャラ4人にして、フレンドの光栄をあえて入れずに、フレンドをコンビ使えば全員強いキャラでいけるので、コンビキャラはね、使うっていうかフレンドで使うと、自分が使うっていうよりフレンド枠で使うとかなりいいっすね。はい、じゃあ引きますね。1回目、久々だな、本当に。やっぱね、バトルオールスターズは
僕が思う中で一番この音楽とねボタンを押す音が好きですね、個人的に。オレンジ何だったっけ、星3かな。あー、キルアか。キルアはね、まあそんな好きじゃないんですよね。やっぱゼノとシルバがかっこいい。はい、2回目。ちょっとノブがね、ほんとに。ノブほんとね、かっこよすぎる。白髪のノブも好きなんですけどね、僕。あ、また星さんかな。あ、カイト。まあまあ、カイトも好きなんで、よかったっす。ちょっとね、全然わかんないですけど。はい、3回目。よりによってね、一番好きなノブと2位のメルエメは全然ゲットできないんで、欲しい。うわー、なんだっけ、サトツか。いやー、ほんと欲しいのって引けないよね。4回目かな。フィンクスはあのジャージっぽい服じゃなくて、あのね、白い服が好きですね。あのだっけ、ザザンだっけのアジト乗り込む時の。あんまね。はい、5回目。引ける気しないな、本当に。てか星3しか出てないですよね。あ、これなんだ、星4かな。水色が確か星5だったんで、これとピ。いやー、で漫画もね再開して余計やりたくなったんで、ちょっと嬉しいですね、入れて。漫画超面白いですよね。あと5回っすね。星6が今シャルナークしか持ってなくて、フェイタン星6持ってたような気がしたんですけどね、いなかったですね。星5がいたんですけど。あー、ごと。はい、6回目。いやー、ノブ欲しい。星56全然出ないっすね。あー、ゼノ。あ、このゼノは持ってますね。星5バージョンも持ってるんで。あと3回。いやー、マジで音楽かっこいいな。バトルオールスターズもっと人気出てもいいと思うんですけどね、普通に。面白いし。ゴンねー。いらないねー。あと何回だ。あと2回とかかな。あ、星5だ。え、紫だったかな、星6が。あ、あ、変わった、星6。頼む、好きなキャラで。ノブ。あー、あ、違うバージョンのシャルナークですね。あの、自動操縦だったっけ？あっちのシャルナーク持ってるんですよね。指定した敵の動きを30秒間封じ、同時に攻撃速度マイナス10する。はい。まあ、でも、星6は1体入れたらかなり、コストきついんでね、まだ、ランク低いんで。じゃあラストっすね。いや、きつい。
マジ出ない。いや、星6じゃなくてもいいんで欲しいんですよね。あ、星5から変わる可能性も。変わったんじゃないこれ。星6また来た。ノブ来い、最後。最後に来て。うわー、まあ、いっか。団長。団長、最近の漫画の団長かっこいいですよね、髪型。指定した敵へ攻撃力かける11倍のダメージを与え、動きを24秒間封じる。なるほど。あ、麻痺無効化いいっす。麻痺うざいっすよね、あれ。はい。というわけで10回引いた結果はこんな感じでしたね。帯とか。まあ、いらないやつは売りましょう。という結果でした。はい。はい。というわけで、10回引いた結果、ノブは引けなかったですけど、星62体引けましたね。しかも旅団だったんで、よかったっす。いやー、でも欲しいのが引けないな、本当に。うん。まあ、星6ね、ゲットしたところでまだ使えないんで、ちょっと、もっとね、頑張ってランク上げようと思います。はい。ね、久々にガチャ引いた結果はこういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。